今日のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、ヴィッセル神戸が清水エスパルスと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。このチームは今シーズン素晴らしい滑り出しですね。チームの目標は中位グループへのランクアップですが、この調子ならさらに上位も狙えるでしょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。 4-5-1 のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。これは攻撃的な 4-5-1 です。前線の選手の役割が重要です。試合開始です。パスをサイドに送ります。セルジ・サンペル、西大吾、ボールを前に運びます。西大吾、セルジ・サンペル、見事なタックルです。ボールを大きく押し出します。タックルでボールがこぼれました。ここから狙うのか。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。パスはまっすぐ相手に渡ります。この試合のホームチームはプレスをかけ続けて相手のミスを誘うことで有名ですね。非常に有効な戦術だと思いますよ。チーム全体でプレッシャーを与えることができれば、相手チームのちょっとしたミスを利用して試合の流れをつかむことができますからね。もちろん体力勝負になることは彼らも分かっていると思いますが、最後までキープできれば勝利の可能性は高まるでしょう。ドーグラス、パスを出した先は相手の選手。ボールを運んでいます。ディフェンスボールを奪います。山口蛍、ボールをなかなか離しません。うまく読んでいましたね。このパスは読んでいました。ボールをサイドへ振りました。ボールを奪った。いいタックルでした。ドーグラス、相手ボールになりました。初瀬亮、セルジ・サンペル、西大吾、固いディフェンスに攻めあぐねています。素晴らしい読みでインターセプトしました。
このピンチはクリアでしのぎます。さあどうする、いいクロスが中に入った。クロスはディフェンスを越えません。サイドにスペースがあります。クロスのチャンス、勝ち越し点が欲しいところでコーナーキックのチャンスです。生かしたいでしょうね。ようやくチャンスが巡ってきましたね。得点の予感。キーパー反応した。ボールを弾く。これはサイドを上がれそうです。金子翔太、これは見事なインターセプト。酒井豪徳、ボールは相手に渡ります。パスをカット、いい読みでした。金子翔太、スローインが与えられます。いいところを見ていました。金子翔太、ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。このチャンスは決めたかったですね。いいボールが入りましたから枠に飛ばしたかったですね。監督も貴重なチャンスを生かせなかったことに憤りが隠せないようです。何か手を打ってくるでしょうか。相手ボールになります。さあスタジアムのテンションが上がります。気は抜けない展開です。狙える位置です。がっちりキャッチします。なんていうか試合が動きそうにないですね。両チームともほとんどチャンスを作れていません。裏も見えていたのか。ここはしっかりクリアしました。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。山口ホタル、いいパスとは言えません。簡単。前半終了です。未だスコアレスです。この選手は前半まずまずのプレーを見せていたでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。金子翔太、ファーを狙った。クリアが小さい。いい位置です。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。チャンスは続きます。スローインです。パスを折り返します。素晴らしいタックルです。酒井豪徳、山口蛍、ドーグラス、酒井豪徳、ルーズボールになった。酒井豪徳、山口蛍、仕掛けてくるのか。決まるか。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。
ボールを入れた。山口、ディフェンダーがブロックします。タッチを割ってスローイン。初瀬亮、何を狙うのか、ここからどうするのか。ここから狙っていった。均衡を破るチャンスではありましたが、これは行かせません。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。さあどうする。素晴らしいスルーパス。ニアにクロスが入った。どうだ。このボールはキーパーが抑えましたね。反速攻、ボールはサイドの選手へ。チャンスにできるか。おっと、裏へ出した。これはあるか。キーパーがコーナーをパンチング。ヘナト・アウグスト、西大吾。どうやらサポーターは引き分けでは満足しないようですね。チームを大きな声援で後押ししています。何かしてきそうですが、狙える位置です。ヘナト、決まっていればリードでした。ここは不発です。西大吾、このパスは読んでいました。素晴らしいロブです。金子翔太、絶妙なパス。一進一退の攻防が続いた試合終盤、ついに先制点です。反撃の時間はあまり残されていません。相手にとって痛い得点ですね。至近距離からのフィニッシュで得点を挙げました。あそこに入られた時点でキーパーはどうしようもありませんね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。ここで試合に動きが出てまいりました。苦しい試合になっていますが、ホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちも力が出ると思いますよ。いいカットです。ボールを奪いました。サイドにスペースがあります。クロスのチャンス、仕掛けてくるのか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ここで一人交代です。体力的な交代でしょうか。金子翔太、サイドから中央を見る。何をしてくるのか。福西さん、残り時間が少なくなっていく中、チームは相手をリードする展開が続いていますね。はい、
しかし点差はわずかですから、清水エスパルスの選手たちは最後まで集中力を切らさないようにしたいですね。クリアしてピンチをしのぎます。試合終盤で1点リードを許していますが、サポーターはまだ追いつけると信じているようです。この応援がそれを表していますよね。うまくクリアしました。今日は活躍が目立ちますね。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。振り抜いた、入るか、ゴールだ。さらに追加点を決めました。両チームの力の差がはっきりとスコアに現れています。最後は至近距離からのシュートでしたね。さすがにあれは外す方が難しいでしょう。別の角度からご覧ください。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。フレッシュな選手の投入です。試合終了のホイッスルです。福西さん、攻めを貫いた姿勢、気持ちがいいですね。そして勝つわけですからね、人気が出るわけですよ。今後につながる活躍ぶりでしたね。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。